皆さんこんにちは、今日もパラワン島からお送りしています。今日が2022年3月24日の午後です。急遽ねバイクで一人で出かけますが、タバコが切れてしまったということで出かけるんですけれども、今日はねマリアを置いて一人で出かけます。気楽ですね。一緒に出かけるっていうと、やれ化粧がどうの、服がどうの、たかだかねローカルマーケットに行くぐらいで、出るまでにねなんだかんだ時間がかかったりするんで、一人で出かける時でも嫌なのが、何々を買ってきてって、今日はねあの植木鉢を買ってきてくれて、パッドを買ってきてくれて、プラスチックのやつですよね。でタバコを買いに行くのはね、いつもローカルマーケットマスウェイってところに行くんです。そこが一番安いんで、タバコの値段って、自由なんで、買う場所によって違うんです。でいつもね吸ってるタバコ、マルボロのブルーっていうメンソールのやつを買うんですが、ちなみに近くのサリサリストアで買うと1箱、160ペソとかにね今なってますね。なんでこんな高いんだろうと思って、ちょっと今バイクで走ってます。結構なスピードで走ってるように見えますけれども、かなりのワイドレンズなんで、まあこんな風にねちょっとスピード感があるような感じになってますけれども、道路がね非常に舗装の状態が悪いです。新たな舗装してもね 2,3 ヶ月するとひび割れたり穴が開いたりってことですけれども、まあ近所の道なんで道路のひび割れ、穴ぼこもう全部覚えてるんで、不安なく走っています。ただねこの脇からの飛び出しだけは気をつけないと危ないですね。今向かっているローカルモール、まあ、スーパーマーケットのマスウェイまではバイクで走り出してだいたいちょうど5分ぐらいで着く、まあ近いといえば近いところなんですけれど、ここに行くためにねあのマリア様のお支度のためにね15分20分って待つのもバカらしいんで、いつもねここに来るときはねかなり突然言い出します。おマスウェイ行ってくるよ。そしたらねマリアもめんあの準備するのが面倒なもんで、あそうなの、分かった、何買うの、これが始まると嫌なんだ、じゃあついでにみたいな感じで始まるんですね。まあね、まあ、しょうがないですけど、今日みたいな天気のいい日はバイクで走ってても気持ちいいです。この買い物目的とかではなくって、どっかにちょっと遠乗りに行きたくなりますね。車を買うまではあのパラワン島の西側のナグタボンビーチなんてところに行くときもマリアと二人乗りしてね、いつもバイクでピューっとも走ってたんですけれども、やっぱりね女性はねバイク嫌なんですよね。車の横に乗ってた方が楽じゃないですか。あの風も当たらないし顔も汚れないし突然の雨でも濡れないし、何よりこうリラックスして座ってられるっていうのがいいのかな。まあでもそのおかげといったらなんだけれども、突然どっかにポッと行きたくなることってありますよね。あそこに行きたいと、そういう時ちょっとバイクで行ってくるって言ったら何も言わずにね一人で出てこれる、それがねいいところといえばいいところなのかな。最近マリアと二人で出かける時はほとんどが車、ほとんどというかもう全部車なんで、バイクに乗る機会も以前ほどはなくなって、まあ、多分週に 2,3 回ぐらいしか乗らなくなってると思うんだけど、まあ相変わらず調子いいです。去年の11月だったかな、まあ、徹底的にね、メンテナンスをしてタイヤなんかも変えてっていうんで、すこぶるね快調に動いてくれてます。まあ、こういう乗り物がねなんか調子悪いとかそういう風になるとなんかすごく嫌ですよね。決まってどっかに出かけようという時にエンジンかかんないだとかねなんかおかしいなんてことになるんで、定期的にねやっぱりメンテナンスって必要ですね。定期的にメンテナンスって言えばね、自分らの体もねやっぱり定期的にメンテナンスしなきゃいけないんですよね。特にあの年取ったらね、日本にいる時は、国保に入ってたから5年おきだったかな、なんか定期検診みたいなお知らせが来たんだけれども、あれ僕が最後にやったのいつだろう、ちょうどね日本に行ったタイミングとあって、
50歳の時かな、なんかそういう検診タダでやってくれるのがありますよね。そういうのを受けたきりなんだけど、まあね、そんなメンテナンスなんてことを考えているうちに、左側に、目指すね、真っ直ぐ、この長い建物がそうですけど見えてきました。ここのスペースに停めてタバコ買いに行きます。このマスウェイの横のところにはトライシクルがたくさん止まって、まあ、トライシクルドライバーたちが暇そうにだべってますけれども、以前はこんなに暇そうではなかったんですね。まあ、ちょっと離れたところの人っていうのはトライシクルを使ってここまで来てまたトライシクルで帰るってことなんだけれども、そのトライシクル代をかけて、まあ、大した量を買いに来るっていうよりも、多少割高でも自分の家の近くのサリサリでちょっとずつ買った方がいいっていう判断のようですね。その分なんていうのかな、住宅地の中のサリサリっていうのは結構ね、お客さんが来ているようです。マスウェイの入り口入ると、入り口両側がね、チャンゲって言われるような、まあいろんなね、バッタものを安く売ってるようなところになってます。日本ではワンカートン、ツーカートンなんて言ってますけど、こっちはリムって言いますね。
Bye para ti. この値上がりね、なんとかなんないもんか、ね、タバコやめろってことか、ブツブツ言ってもしょうがない、いやー、このタバコの値上がりはどうにかならないかな。前回116ペソに値上がりした時っていうのは確かね、十数ペソの値上がりだけど、今回は一箱でもの20ペソの値上がりですね。まあそれでもね、他の国と比べればだいぶ安いんだけれども、酒とね、あのビールとタバコの値上がりだけはものすごいですね。米はね、全然上がってないっていうのを感じなんだけど、ここ2年ぐらいですね。まあ多少上がってんのかな。まあタバコの値上がりにびっくりするっていうのは、前回買った時もね、確かにあの4リム、4カートン買ってきたんで、何ヶ月持ったんだろうっていう感じなんで、だから何ヶ月かごとに買いに行くんで、その度に、値上がりにびっくりしてるって感じですね。まあ余裕を持ってね、財布にお金を入れてったんで良かったです。まあ足んなかったらね、4つ買うのを3つにすればいいってことなんだけど、それからマリアの注文のね、植木鉢も無事に買って、あの分は200ペソね、買えたらもらわなくちゃなんて考えながら走ってますけれども、ちょうどうちにね、パンがなかったんで、こっからうちに行く通り沿いのサリサリにね、マリアの、まあ、なんていうのかな、好きなパン置いてあるサリサリがあるんで、それがあったらね、1個買ってきます。1袋でね、25ペソですね。ここの交差点を右に入っていくと、マイクロテルの方に行くんですけれども、まあその途中にね、宮田家があったところで、前はね、しょっちゅうしょっちゅうこの道通って宮田さん家に行ってたって、ここ通るたびにね、ちょっと思い出しますね。
この先左側にある白い壁、ここが、いわゆるねラブホテルなんですね。うん、まあ、どんな人が使うのかって言ったら、まあ様々で、浮気場所に使ってる人もいれば、普通のあの家庭でね、お父さんとお母さんがことをいたすとき、まあ、余裕のあるうちはラブホを使うなんてところもあるようです。なんたってね、この大家族で生活してるってところなんで、まあね、大っぴらにそれもできない。まあでも気がついててもみんな知らん顔するのかな。ラブホがね結構あちこちにあって、それぞれがまあそこそこ繁盛をしているようです。舗装してある道路上にところどころこういう黒いなんか縦長にダーッとこう色が変わってるところがありますが、あれはコンクリートの道路が割れてしまって、あまりねひどい溝になってしまうとああやって埋めて直すんですね。ただもう追っかけっこですね。これから真夏の時期になるとまたパカッて口を開いちゃうところとかもあって、まあ追っかけっこのように補修をしています。走ってるうちに、お目当てのサリサリストアに着きました。お、パンがある、一個買ってこう。なぜかマリアはね、ちゃんとしたパン屋のパンよりここのサリサリで売ってるパンの方が好きなんだよね。やっぱり味覚が違うのかな。まあね、うまいって言って食べてくれて、あんだけね、いくつも入って25ペソだから、まあまあいいですね。ベベ、outside. Let's get inside. Huh? Wanna drink water?